はい、こんにちは。私は東京駅から山形新幹線に乗って、こちら新庄駅までやってまいりました。ここからどこに行って何をするかと言いますと、ここから 7,8 分ぐらいのところにあります温泉付きの宿に泊まってみます。それでは今回の動画もよろしくお願いいたします。はい、今回宿泊する宿はこちらになっております。はい、寝泊まりする部屋はこんな感じとなっております。はい、温泉のお風呂にも入ってきまして、今から夕食をいただきます。とても美味しそうですね。はい、こちらのお肉もいただきたいと思います。こちらも美味しそうですね。はい、お風呂も先ほど入ってきまして、お湯が熱かったですがとても気持ちよかったです。食事も美味しくいただきました。あとはこれを飲んで寝たいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。ただいまから朝食を食べに行ってきます。はい、朝食の方はこんな感じとなっております。おかずがどれも美味しかったので思わずご飯を3杯食べてしまいました。はい、食事も終わりまして今から出発したいと思います。ここからどこに行くかと言いますと、宿の近くにあります新庄駅から山形新幹線翼に乗って、福島駅で東北新幹線のやまびこに乗り換えて仙台駅まで行ってみたいと思います。その動画なんですが、次の動画をご覧ください。それではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いいたします。